はい、皆さんこんばんは。配信のタイトルにもありますようにね、こちらのモードを、まあ、人生経験の一つとしてやっぱ、体験しておきたいなというのがありまして、たった今思いつきまして、遊んでみようかなと思います。まあ過去にもね、何回か大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、このゲームをね、皆さんの前でねお披露目したことはあるんですが、いかんせんね、もうほんと素人だから、あたふたを皆さんにね、見ていただけたらなと思ってます。すべてを失った世界でファイターやスピリッツを助け出せ。難易度選択、敵が程よい強さになるおすすめ、おすすめされました。じゃあおすすめにのっとっていきましょうか。背伸びしてもしょうがないもんね。まあこの体験を通して自分自身ちょっとでもね上手になれたら、今日こそ決着をつけてやる。かっこいいなんだこれは。あ、でも悲劇的な展開を予想できてしまう。スターフォックスの敵みたいじゃない、こういう手が出てくるあたり。一人で10体ぐらい倒せればいけるか。一人10体、ちょっと待って、やるしかないでしょ。君は強いからいいけどさ、きっと勝てる。この子とか無理なんじゃねえのディスクシステム時代の子だからさ、無理なんじゃねえ、ちょっとハードル高えだみたいな。今更ノーとは言えねえみたいなさ。ほらテリーマン、ロビンマスクあたりがさ10体いけるとは思うけどさ、カナディアンマン、スペシャルマンあたりはさちょっと荷が重たいなっちゃうじゃん。ソニックが、ちょっと待って、クッパさんが今粉塵になってしまったんですけど、これなかなかショッキングな展開だよ。やめろ、やめてくれみんなアブドゥルさんみたいになっていく、粉みじんとされていく、みんなが。かくしてこの世界はキーラの手に落ちた。戦えるファイターは全滅した。他のものはすべて体を失いスピリットと化した。まあ、完全に消滅しないだけよかったね。通常だったらもうこの世から消え去って、もう涙涙ですよ。そうやってフォースゴーストのような形でね残るんだったらよかったね。生き残ったのはカービィさん。希望の星は混沌の中でか細くまた焚いていた。まさか最初にさヒーローたちが根絶やしにされるなんてさ、こんなの、うわ、マリオさんが拘束されている。これで、まさか、やめろ、マリオをさ、闇落ちさせるな、こんなの。マニアにとってたまらないじゃないか闇落ちしたマリオとかさ、たまんないよ。マニア向けだよ、これ。もう、マニアがクイッとメガネをさ、上に押し上げちゃうような展開じゃないの。キーラは、ファイターの母体をコピーし、ボディを生成した。そして支配下に置いたスピリットの力を使いボディを操った。もわもわもわ、きたー、闇落ちマリオの完成でございます。キーラは圧倒的な数と力の軍勢を持ってこの世を覆う。スピリットたちをこのキーラの手から解放し力を借りること、
そしてファイターの母体を救うこと。みんな目が赤いよ。打倒キーラを目指し、最初の一歩が踏み出された。こんなダークな感じで始まるわけ？これ年齢制限、一応さ、CEROA って書いてあるよ、これ。なかなかだね、ガバガバ評価じゃない？泣いちゃう展開だよ、これ。なかなか、純朴な少年、少女だったら。ということで、うわー、綺麗。もう、動けんの、これ。ドドロ。スピリッツとは、実体を奪われ、意識体になった者たち、キーラに支配され、ボディに取り付いている。ボディには、スピリットの性質が宿る。撃破して、スピリットを救え。攻撃力と防御力はアタッカーによって決まる。まずはアタッカーを編成しよう。ということで、ピクミンシリーズドドロ、マリオ。で、右上に1600、ルール、メタル化、メタルクーラー。相手がメタル状態になり、パワーアップ。で、マイ編成っていうのを押してほしそうだよ。で、セットを選ぶ。基本となるアタッカーを選ぶ。これですね、スマブラのショップっていう項目があって、過去ほら全てのキャラクターを出しましょう配信ってやったじゃない。あの時にコインがめちゃめちゃ溜まったんでね、そのショップでいろいろ購入したんですよ。その購入した子たちがここにいっぱいいるんだけど、これさ、いきなり強い子がセットできちゃうじゃない。それってさ、フェアなの？それってフェアなのかな。だからいきなりさ、スーパーマリオ USA のラスボスみたいなセットできちゃうわけでしょ。これってフェアなのかな。まあピンキリだよ、ほらこういうドンチュルゲとかもいるわけでさ、そんな感じなんだけど、まあたくさん買ったけれど、デフォルトの子みたいなのがいるのかな、もともと最初に設定できるような子。まあこんなんか、あれサジマジバツ、これ一択でしょ。一択だよ、サジ、マジ、もうさっきで、フェアかアンフェアか議論みたいな自分の中でさ、会議を今行おうとしたんだけども、そんなんなし、もう好きな子がいたら使おう。サジ、マジ、バーツ。これはやっぱりね、すべてのキャラを出しましょう。配信をきっかけにね、僕はこの、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルというゲームに興味を持ちましたんでね、そういう、その、なんていうの、流れ、背景みたいなものは無視できないからね。ということで、セットしました。で、対策って何？なんかいろいろ出てきちゃったけど、なんかいろいろ、ちょっと待って、いろいろね、今何が起きてんのこれ。対策ってのをしてたから、これさ、リセットされちゃったじゃん、リセットされちゃった説があるよ。ちょっともう一回押してみるよ。もう一回押して、はい、リセットされちゃったでしょ。でサポーターっていうのがあるよ、サポーターで、これもあれかな、ショップで購入した子たちがいいんじゃない。あれ、もうフェアとかアンフェアとかの議論とかもう関係なくなってくるね。もうニンカーダちゃんがいるんだったらさ、もうこうやってさ、選ぶに決まってんじゃん。代償防御強化。まあ、何を意味してるかわかんないんですけども、キャラで選んでいくね。それから、あ、これあれじゃないの？マリオのゴルフじゃない？あれ、最近縁やってね、楽しませていただいた100万千人。ピンチで攻撃強化って書いてあるけど、もうこの人はね、もう気まぐれでね、いきなりもう、あの、役満でね、あの、積もっちゃうからね、恐ろしい仙人ですよ。で、あとは、おう、ピーチ姫、ペーパーマリオ、キングダイス、最近の現役感バリバリの人もいるわけですね。まあ、僕が多分ね、これショップで買ったんでしょうね。まあ、こん中に言ったらやっぱこれだよね、オイルパニック、世代だからね、ゲーム&ウォッチね。まあ、アンドをつけずね、ゲームウォッチって僕ら呼んでたんだけどね。そんな感じで。あれ ?2 個分取っちゃう？この子2個取るの？ 2 個取んないでよ。2個取んないでください。と言っても、そんなにたくさんさ、愛着のある子が、いるわけじゃ。愛着があるっていうのは、決して選んでない子がないっていう意味合いじゃないからね。まあ、それで言ったら、まだそんなにね、我々とのその、歴が浅いわけだから、じゃあ2個分取ってもらっていいよ。こんな感じで、じゃあ挑戦しよう。ずるやろう、コメントサンキュー。で、始まんの？もう普通に戦えばいいんだよね。で、操作するのは当然生き残ったカービィちゃん。よーし、
久しぶりじゃ。もう 36% 受けちゃってるけど大丈夫これ。相手メタル化、メタル化ってことは普通に、あ、かわいい。やっぱね、オリジナルのね、元ネタになってる作品をリスペクトしてますからね。あ、この姿してる、なんだっけ、スーパーマリオクラブでよく取り上げられたさ、カービィボールだっけ、なんかあるじゃん、スーパーファミコンのビリヤードとゴルフを足して2で割ったようなゲームで、よく見たよ。でも元ネタはあれでしょ、カービィシリーズなんでしょ。やった、ビクトリーだって。獲得ドドロで、やってた。僕ね、コインが欲しいんで、実はコインあんだけ稼いだんですけどね、枯渇しちゃってるんですよ。うん、で、アタッカーにスロットが空いていればサポーターをお供につけることができます。もうやっちゃいました。うん、サポーターは特別な個性を持ってるんで、どんどんつけた方がお得。でも人によっては2枠取っちゃいますっていうね。赤チャッピーに注意。面白い、赤チャッピー赤チャッピー、青チャッピー、緑チャッピー、チャッピー餌、イーブイ、あ、素晴らしい。で、マイ編成、音楽いいじゃん。パッパン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 。で、さっき倒したさ、獲得したのをここにセットできるんでしょ、きっとね。いたいた、ニュー、ウニラ持ち込み。せっかくなんでね、2枠取っちゃってるから、ここでドドロさんと、お待たせしました、役満千人、これでいきましょうか。はい、もう楽しいです。ヨッシー、イーブイ、倒す、挑戦する相手はヨッシーなんだけど、そのヨッシーさんはなんかイーブイのなんかつけてるんだね、スキル。あ、なんかアイテム持ってるよ。あ、ちょっと待って、2人がかり、ちょっと待って、2人だ、そういうこと。でも下に表示されてるヨッシーだけだよ。だこの子はあれだよね、 NPC 的な立ち位置なのかな。なんか いっぱいいて、誰に攻撃していいか分かんなくなったけどね、いっぱいいて。僕はどこ、アイテムでどうやってたんだっけ、もう忘れてる。アイテムの取り方を全然忘れてる。キュイーンポイ、音楽がいいな。これ強くない？これすごく強くない？おめでとう、ビクトリー。音楽いいですね。EV、川村が使ってたポケモンですね、僕のシリーズでいうところね。ピーチ、原作では2005年に発売されたスーパープリンセスピーチ。終わっちゃった、読みたかったのにな。うん、で、フーコ、じゃあ前編成しよう、せっかくだからね。今手に入れた、ちょっと待って、今手に入れたこの、じゃあ ウニナさんは、ご卒業ということで、あれいないよ。 EV さんは、あ、 EV さんこっちなのか、ひょっとして。え、レベル99なんだけど。これってなんか妹のデータがなんか作用してるの、よくわかんない。このレベルがわかんないな、よくな。なんで最初からレベル99なのか。妹のデータのあれかな、関係性なのかな。まあいいや。じゃあ、99ってなんかこれずるい気がするんで、このままいこう。サジ、マジ、バーツで。うん。OK、OK。うん。じゃあ、行ってみよう。挑戦する。こんばんは。相手は下必殺技をよく使う。その下必殺技っていう意味が分かんないから、何分だし。今のがそう、今のがそうか。これ動物の森？これ何これ。お、ろくでもねえもの手に入れた。ろくでもねえもの出てたよ。どうだ、ブンブン振っちゃうよ。なに、
どっち？あ、こっちがやられた。ルーズ、負けちゃったよ。すぐに再戦。あ、面白いな。お願いします。でもおかげでね、こういうストーリーモードなんでね、割とこう良い意味の手応え、歯応えのある実戦になるんじゃない。今までほらキャラ出しのためにやってたのってさ、ちょっと実戦とは程遠いようなさ内容だったんでね、操作を思い出しながらね、まあ多分通常のボタン配置にはなっていないかもしれないんですけどね。フーコ、アイテム引き寄せ、コインが嬉しい、レベルアップ、ギャンギャン上がるじゃん。原作の方でもあれぐらいギャンギャン上がったら嬉しいのにね。一つレベル上げるのにね、すごい苦労するからね。でもその苦労の先にはね、感動があるからね。ピンピンピンってね、こう3つぐらいピンピンピンってなると嬉しいんだよね。暗黒竜と光の剣。お、マリオさんじゃん。ファイターバトル。ファイターはボディを生み出す道具になってる。何？道具になっちゃったの、マリオが。よし、じゃあ前編成で、まあまあこのメンバーでいいんじゃない？オッケー、挑戦する。倒すとファイターが仲間になる。母体を支配から救い出せ。お願いします。いい曲。なんかさ、結構向こうのその数字を蓄積させてもなかなかその吹き飛ばすことはできないんだけれど、それってあれだよね、なんかめちゃめちゃ強い技を最後にやる必要があるっていうことでいいのかな。だからウルトラマン、スーパーファミコンのウルトラマンでいうところの最後はやっぱペスペシウム光線でとどめみたいな。あれ、帽子かぶっちゃった。帽子かぶっちゃった。面白いな。そんなことできるんだ。マリオ参戦。あ、大丈夫です。私、カービィでいきます。お家帰ってゲームボーイで遊んでてくれても大丈夫だよ、マリオさん。ファイターを解放。メニューの編成からファイターを切り替えることができる。終点。5人以上。こういうのありがたいよね。ほら、説明書がないわけだからね。だからそうやってゲームの内容を知ることができて、っていうか初めて今覚えてるもん、そういうワードとかね。ガーディアン、あ、強いんじゃ、やばいんじゃないの、ガーディアンとかさ。ヒント、相手がスーパーアーマー、ひるみにくく、蓄積ダメージが低いと吹っ飛ばない。あ、そうなの。体力性の乱闘、相手の HP0 で撃墜、相手は通常必殺技をよく使う。やばいんじゃないの。じゃあこっちはどうやって必殺技使うの。全然ちげえのが出てきたんだけど。全然ちげえ、そういうことだよね。いいね、このフィールドが。座れねえのか。そんなんずるくない？これまでみんな座れたのにさ、君吸えねえとか、そういうさ、例外使ってくるとかずるいよ。今までみんな吸えたのにさ、俺だけ吸えねえ。だったら額に書いといてよ。俺は吸えねえよって。上、必殺技。いいね。ファイナルカッター。ジャンプしながら切り上げ。よし、じゃあそれやろう。でも、残念ながら私ちょっと必殺技ボタンを知らねえっていう。数字が減ってるよ。これ数字が減るタイプなのかな。お、ほらほらほら、
最後はねカービィと関係ない銃を使って倒しました。もうね銃最強だから、そういうのに夢があるじゃん。なんかさマリオがさ RPG 抱えてさアスタラビスタベイビーって言ってさクッパを倒すとかさ、そういうの夢があるじゃん。もう バーツがさそういうのを手にした時が熱いよね。でかすぎてそれなのか、あ面白い、そういう設定が面白いな、好き好き、そういうの好き、そういう想像で遊ぶってのは嫌いじゃないですよ。んで十字路の先にファイターが一人ずついる、助けられるのは今は一人だけのようだ。さっきのロボットちゃんを使いな、僕は正直ロボットは好きなんで、ファイターさっきのロボットはいるかな、レディーとファイト。んでいねえじゃん、ロボットは救助しねえの、マリオは救助するのにロボットは救助しないの。ロボットがよかったら呼ぶとし、ロボット好きなんだけどな。よし、じゃあ上になんか赤いボタンが見えるよ。でもその赤いボタンに進む道は意外と、いや素直に上行こう。シーク、あいいじゃん。アタッカーには何、攻撃、防御、投げ、無の属性がある。相手の属性が攻撃なら防御属性を持つアタッカーが有利。そんな3属性みたいな、あの連邦軍はジオン軍に勝ち、ジオン軍はネオジオン軍に勝ち、ネオジオン軍は連邦軍に勝つみたいな。なんてね。何？不利な属性です。いいえ。じゃあ、編成しよう。ということで、今、この赤い、これが良くないんだね。この、だ残念ながら今回のこの対決においては、サチマジばあちゃんは外す必要が出てくるわけだ。で、このアタッカーに強いのが、この、どれなんだ、やっぱ無な、この防御なのか、ちょっと一回選んでみるよ。いや特に何も出てないな。そうやってね、じゃあこのシャキーン、やった。じゃあこの投げ強化が強いんだね。じゃあどうしようかな。トーテムリンク、忍ぶ、嫌いじゃない、初めましてだけど嫌いじゃない。そうだな、じゃあこの緑チームでいうところの春雷ことね、我々最初春雷と呼んでたからね、後にねチュンリーってちゃんとね正式名が判明したときはチュンリーって呼ぶようになったけど、うん、あでもやっぱこれ熱いな。子供の頃よくね紙と鉛筆とゲームを書くことが多くてさ、その時にねラスボスによくこのキャラクターを使いましたよ。あれ2人しかつけられないんだ。じゃあそこはねどこ行った、チート野郎、チート野郎どこ行った、いたチート仙人、チート仙人を使っていこうじゃないか。はい、行ってみよう。ということは投げた方が、投げってどのボタンだ、投げはどのボタンなんだい、投げが強いんだろ、これ投げですか、これカビちゃん、おお強い、その技は強そうだけど、ダーンキュイーン、いて、それ欲しい、よーし。ダーンキュイーン、滑れるのか、投げと関係ない技で倒しちゃいましたけど。シーク参戦、金がありがてえ、そしてギャンギャンレベルが上がりました。アドベンチャースキル、スキルのかけらを置くだけでさまざまな力をつけられる。メニューのスキルツリーでまずはやってみよう。そういう要素もあるの。連続ジャンプ回数ランキングベスト5、1位はカービィでうんつんかんたら。じゃあそのお出てきたよ、手がトランプマンみたいな感じで、どうしたの、まさか進めなくなった、ゲゲゲの鬼太郎2始まっちゃった。あ面白いな、だからもし僕が左に行ってたらシークじゃないキャラクターを解放していたかもしれないってことだな。でスキルツリー、こういう制度嫌いじゃないよ。うわー、これあれできないの、一旦ズームアウト、
強攻撃強化。あ、だこういうの全然ウブドシ知らないから、ね、その強攻撃の存在を知らないからね。だってそもそもほら、あのボタン設定のとこにないじゃん、この強攻撃ってワードが。確か攻撃、スマッシュ攻撃、掴む、あとなんだっけ、ジャンプ、なんかそういうやつだよね。あとガードとかね。そのだから、こういう要素があるってことを初めてこのモードを遊ぶことによって知ってるもん。L のスティックと攻撃ボタンなどによる強攻撃の攻撃力アップ。スティック入力と攻撃ボタンで強攻撃になるのかな。じゃあ、こっちは弱攻撃。ジャブや百裂。ジャブがいいんじゃねえの？という目先に囚われるんじゃなくてね、こっちに行った場合に、ブレーキ強化。へぇ、アイテムピッチャー。高速切り札チャージ。なんか、アイテムシューター、いろいろあるよ。継承時攻撃強化。なんか、なかなかマニアックなんで、こっち行くか。シールド削り強化とか、わかりやすい能力があるんで、こっちにしよう。強攻撃強化。よし、強攻撃覚えたぞ。んで、メタルソニック。で、前編成。一応、シャピコーンってなってんで、このまま行こうか。んいや、短い間に、本当に、いろいろ学習できて楽しいですね。行ってみよう。正直ね、あのキャラクター解放配信も面白かったんですけどね、ゲームのことはあんまり覚えることはできなかったからね。ボーカルがついてるよ。ソニックちゃん ボーカル付きだよ、曲が。あ、それアイテム。もやせもやせ。楽しいな。ガードとかあったよね。これか。あ、なんか剣がある。もらい、誰の剣か分かんないけど、ブンブンブン殴り。メタルソニックようこそ。そしてガンガンレベルが上がってきます。アタッカー属性による影響、相手の属性に勝つ。終わっちゃった。楽しいな。んで、お、だこれも選択したらもう行きはよいよいで、ドクタークライゴア、はじめまして。でもなんかドクターマリオのマークがついてるよ。こっちはラビッツマリオ、現役感バリバリだね。じゃあこっち行こうか。で、赤印なんでこれを変えた方がいいんだろうな。なんで、赤印なんで、シールド系がいいのかな？そうだな。なんで、もうこの子最初からレベル51とかだよ。シールド系、絞り込みっていうか、あれ、使った順もいいな。使った順もいいんだけれど、そんなにそもそもシールド系がいないんだ。もくろーそうだな。じゃあ、もくろーにしようかな。炎が苦手。使ってきそう、あいつ使ってきそうだよ、炎。ギャンギャン炎を使ってきそうだよ。まあいいよね、キャラが可愛いから。ちょっと待って、アポロクリードみたいなユニフォーム着ちゃってんじゃん。相手がレイガンを。何、レイガンだって。あとこっち最初からなんか 30% って減ってるよ。あ、移動式遊園地ね。へえ、面白いな。こんな要素があったら、子供たち大喜びだよね。子供っていうか、あれだよね。僕が大喜びだよ。
世代だからこういう時代のゲームのね。うわー、むしろ僕を釣ってるよね。うわーうわー、何これ楽しいな。あ、今度奥行き今言おうと思ったんですよ。最近のほら子供たちは奥行きがあるゲームが多いはずだからね。だからそういう 3D 横スクロールで言うと僕世代になっちゃうよねっていうね。どっちにも対応してるっていうね。で今度はそっちに行くよって、あー面白いな面白いな。で、あのアポロクリードマリオはさ、もう仕上がってんの。耐えた。ああ面白いな、ラビッツマリオ。金がありがてえ。プププランド、背景にゲスト登場。へえ、カービィの CM 好きだった。まーるかいてえ、忍ぶ気になってました。んで相性が悪いみたいだね。まあこういう相性制度があるとね、こうやって普段ほら固定になっちゃうだろうからね。僕みたいなさ、もう本命一途系の人だ、一途系の性格した人はさ、もう買えないじゃない、一旦設定したらね。あれ、ヨーコベルナンデス、相手はアイテムに気を取られやすい、奪い取れ。へえ、これが欲しいのかみたいな。あ、出てきたよ、強っ。面白いじゃん、これぐらいさ、ぶっ飛んでる方が面白いよ。スーパージャンプ、へえ、覚えるな。上必殺技、勢いよく上空に飛び出すんでステージへの復帰に使う。もっとそういうのみたいな、そういう要素知りたいんだよ、ブヌシ。知らないから、そういう要素で説明書代わりになるもんね、そういうのがね。ぽいよし、キラー手に入れたぜ、この野郎あー怖いくらいやがれ死んじゃがれなんでこんなにさ、目尻に涙食べながらさ遊んでんださ純朴だな、いまだに。忍、何のキャラクターなんでしょう。直撃した、生拳、カービィにめり込んでた。ああ面白いな。んでまた分かり道だよ、そこへトランプマンの手が、橋を、もうその橋をさ建てるのにどんだけのさ人たちがさ関わったか。あ、宝箱があるよ、バルーン。いいじゃん、バルーンファイトの主人公。え、もしかしてあの曲聴ける、てててててて、ほえです。僕の大好きな「テッ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 」それがあれ、忍2個持ってんじゃん、2個目だったわけね。まあもともと表示されてたの知ってたけど、じゃあこれでいこうか、挑戦する。村人、制限時間ありの乱闘、時間内に倒せ、相手は上必殺技をよく使う。うわー楽しい。ちょっと どれがその倒すべき全員か、もうどれがじゃなくて全員だな、もう全員まとめてだな。もう手数でいくから、手数マスター、よし。あー面白いな、バルーンファイトの主人公。そしてレベルアップ、めっちゃめちゃ面白いじゃん。もうこれさ、
当時のゲームが好きだった人にとってはたまんないよね。水中を泳いで、水中を泳いでる魚とか出てくるの？そしてお楽しみの宝箱、何が出てくるの？そうですか。あ、そっかすっかりさ、存在を忘れてたよ。スキルツリー、うん、シールド削り強化、うん、であとは足んないだろうな、うん、で ETC って何ですか？あ、これね、 OK。 あ、これセーブしとかないとまずいんじゃないの？今までの冒険記録する。んで、あれ、ご本人。本来はここで獲得するんじゃないの？今ほら手持ちでいるじゃん。もうすでに。そういうことだよね、きっとね。本来ならばね。ナックル・ジョー。オメガ。まあそうだな。こん中だったら。もう苦労だな。で、たまにはここも覗いてみようよ。いた、バルーンファイトの主人公、ジャンプ強化。果たしてそれはいいのかな。まあでも嫌いじゃないんで。うん、ヒント、相手は通常必殺技をよく使う。あれ、シモン、うわ、よく見たらさ、橋欠けてるとこあんじゃん。インディ・ジョーンズ2じゃんこれ。ちょ、シモンが3人もいる。え、シモンをさ、見立ててんの？もしかしてあの木こり三重士にキャラ収録してないから、バーチャルバースバーチャルサジとかっていう感じなんだろうな、これひょっとして。いろんな諸事情で収録されてないだけで、ズドーン、すごいかっこよくさ仕上げてもらったじゃん、サジマジ&バーツ。うん、発売当時最初は軽い気持ちで始めたけど、気がついたら寝る間を惜しんでやっていたのを思い出しました。各作品へのリスペクトが本当によくできている。うんうんうん。あれ、どうしちゃったの？急に引きの絵になったよ。そこに何かあるよ。あ、橋が、あ、もしかしてあの3人を解放したことによって、まさしくウブの主が言ってたことだよね。この橋をさ、かけるのにどんだけの労力と手間と日数がかかるかって話したじゃん。でもさっきの3人の効果によって、通れない場所先に進むために職人たちの助けがいる。特定のスピリットを連れて行き、道を切り開け。まさしくもってこいの。来たー、なんか特別扱いされてんじゃんだってよ、どんだけの人たちが知ってるのよって話よ、あの3人のことを。イモガエル、なんかせっかくあの3人にここ橋かけてもらったのにさ、その先に現れるキャラがイモガエルっていうね。イモガエルか。そう、どんだけ、ほら DS とか新しい機種のさ、ファイアーエンブレムは知ってるって人多いと思うのね。どんどんほら世代ってね、新しくなっていくわけだからね。いつまでもファミコンやスーパーファミコンのね、ファイアーエンブレムが一番ポピュラーっていうことじゃなくなってくるじゃん。だから完全にターゲットは僕らだよね。その僕らをターゲットにした演出を最初の序盤に持ってきてくれていることに感謝だね。ということで、まあそうだな、緑チームでいうところのもうちょっと他にいないかなもうちょっとチュンリーさん、このチュンリーさん、ちょっとあのストリートファイターゼロのさ、あの気候波打つチュンリーさんっぽくない？っていうか、ストリートファイターゼロのチュンリーさんだし合ってたわ。この警察を目指すところのね、合ってた。やっぱ雰囲気、あの説明書がね、ちょっとね、アニメ調なのよね、ゼロはね。そうなんだ、その感じが出てるなと思ったんだけど、まさに言ってた通りじゃないか。うん、じゃあ、マムーさんでいきます。で、2枠ね。
じゃあそこに誰を入れようかな。まあでも僕のねお気に入りって大体固定になってくるからやっぱ忍川田先生だな。ん、優遇されてるばあちゃん嬉しいな。ででで芋ガエル、相手は上必殺技をよく使う。じゃあ上に行かない方がいい。てかいっぱいいっぱいいるな。このゲームの特徴でもありやりごたえの部分になってるのが、やっぱあの普通にダダ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 攻撃してダメージを与えれば倒せるってわけじゃなくて、だから昔のオーソドックスな格闘ゲームってそうだったじゃない。相手のライフゲージを減らせばいいっていう内容だったと思うんだけど、この作品に関して言うとそうじゃないもんね。なんか最後の決め手の一発っていうのが入らないと、逆にそれをさえ避ければ逆転のね道がまだ残されてるっていうね、その要素が面白いよね。これ何、これうわっ、あぶねえ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 、 みんなストンピング合戦ね。負けちゃったよ。100まで与えたんだけどな。いやー面白かった。行ってみよう。これさ吸って、ちょっと待って、吸う攻撃ってどうやるんだっけ。吸ってポイ、吸ってあの子に食ってもらうっていう、吸って食べてもらうみたいな。あ、今惜しい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 、今口開いてるよ。おいで。あぶね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 。いなくなっちゃった。おいで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 。はい、カモン。カモン。いない、肝心の時にいないんだから。あ、遅い、よし食べてよ。ペンギンだよ。あぶねえあぶねえ。芋ガエル楽しかった。強さとご褒美、強い相手にはパワーを高めて挑め、ただし弱いセットで勝てればご褒美アップ。 Y を押すだけで、ああ簡単にね相性のいいセッティングをしてくれるんでしょうね。でこれ何、ああそこにはまずキッドのお伺いを立てる必要があるって。マリオ軍団、へえマリオ軍団だって。じゃあうちも軍団組む、うちもたけし軍団で挑んで、パッと持って殴り込みに、え、それは言っちゃいけないやつか。まあ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 ね。そしたらたまにはさ、こういうなんか無印も連れてってみたいよね。リンク夢を見る島、何ゼーベス星人、いいなゼーベス星人、いいなゼーベス星人連れてきてえな。ちょっとそのあ、EV さんもここにレベル1もいれば、ここに99もいるけれど、使うんだったら1から育ててみたいな。ということで、じゃああえての水が苦手って言ってるよ。水が苦手言うておりますよ。なこかぶっての多分ね、なんかデータがあったんでしょうね。んな感じ。ステージ全体に強風が発生、ファイターが飛ばされる。相手はアイテムに気を取ら、アイテムで気を取られやすいパターン。強風、まあ、マリオ言うたらね、そのマリオ2でね、そのギミックが出ましたもんね、強風っていうね。
あー、うわうわうわ、すげ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 ーだ。何今の、なんか飛んできた。すんげー数だな。パワー的に圧倒されてんだ。うわー落ちる。すんげー強い。見てください、イモガエルステージ恐怖軽減だ。もうこれを使えって言ってるようなもんだけど、使わねえんだろ。使わねえんだろ。使わない。やっぱ好きな組み合わせでいきたいね。行ってみよう。でもそれをね、覚えさせるっていうね、意味があるのもよく分かりました。やっぱ相性のいいキャラにしたら、なんか技の威力が全然変わったよ。まるで違うよ、なんか強さが。まるでいいの、まるで違うよ。こうも違うのか。じゃあ無印ちゃんもどういう時に使ってあげたらいいんだろうか。まあそれもおいおい分かってくるんでしょうね。さ、プリンプリンプリン、倒すと仲間になる。へえ、いい曲。じゃあこういう時に無印いきます。ロックアレンジになっちゃった。え、かっこいいんだけど。貯めることもできるんだ、こうやって。カモーン、お城すり抜けたよ、あの子すごくない？カモーン。この番組はご覧のスポンサーでレベルアップ、重ねがけ効果アップ、同じ効果のものを2つ。あ、だから被るんだ。んで、忘れていたけど、スキルツリー溜まってんじゃないの、ある程度。こちらがシールド耐久。ああ、なるほど。まあこの弱攻撃強化つけてもいいんじゃないの。うん、はい。で、続きまして宝があるよ。ファイ、じゃあ編成を。緑チームもうちょっと充実させたいな。このマムーさんが悪いわけじゃないんだけど、いや、ばあちゃんに対するさ、このテンションの上がり具合と比較しちゃうとね、どうしてもね。剣などのなんか出てたメッセージが。あ、この人強い。この人強い。なんか使ってるもん。それをね、吸い込んでみせるのさ。マスターソード、マスターソード、マスターソード。カモーン。何？
あ、僕がやられたの？僕がやられたのか。参りました。あぶね。ファイヤー。ほらほら。リンク帽子。タフ。落ちろ落ちろ。やったやったやった。これがいいのよね、このゲームのね。圧倒的にこっちがやられててもね、こういう逆転ができるっていうね。あー、面白かった。二段スマッシュ斬り、横スマッシュ攻撃。こういうのもな、もうちょっとゆっくり読みたいんだけどな。そして宝箱はカービィのエアライド。音楽、やった。音楽めちゃめちゃ集めたい。何ここで弾けんの？視聴する。いい曲だね。世代じゃないけどいい曲だね。ヘラクロス、表へ出ろ。あ、いい曲。やっべ、いい曲流れちゃった。やべ、ちょっといい感じの曲だよ。あ、ばあちゃん、ばあちゃんのターン来た。ばあちゃんのターン回ってきた。これは熱いな。そしたら、うん、チェックマークがついてる。これなんでチェックマークがついてんの？そうだな、ガーディアン。うん、でもまあ、いつもの固定、いつもの固定。まあ、ヨーコベルなんですよ、たびか。ステージに粘着床設置。乗ると動きが遅くなり、ジャンプ力もダウン。粘着床だと 1.8%。 ペッ、 39%。 あ、粘着してる、粘着してる。何これ何これ何これ。すごい、ね、いい攻撃、いい攻撃出てる。ステージギミック対策ができるマーク、ありがとうございます。そうだよね。さっきのあのイモガエルなんかもそうだったもんね。氷結床向こう。うわー、入れんの？入っちゃった。ベロランド、ベロランドに入っちゃったよ。カッサー、うわー、アレンジされてる、いい曲。そろそろちょっとマム以外のなんか欲しい。チュンリー行ってみる？チュンリーさん行ってみる？やべ、早く早く早くやりたいこの曲大好き、マリオの曲。だって当時持ってたからね、カセットテープでね、ゴーゴーマリオ。歌えるもん
この曲に歌詞がついてること、今の若い世代知らないでしょ。オールナイトニッポンかなんかで募集した歌詞なんだよ。でそのつながりでオールナイトニッポン仕様 あのディスクシステムのマリオがあったりするんだよっていうお話だよね。ピーチを吸って吐いて、マリオさん強っ、燃やせ、うわー焼きピーチベチャピーチカッサー、レベルアップ。スタンプ攻撃は下 B でもできたはず。多分ね、ボタンの設定が違うからもしかしたらっていうのもあるかもしれませんが、コメントありがとうございます。よしー、そうだな、まあでもこのニンカーダ入れたいよね。うん、こっち最初から 30% なんだ。なんかそれはね、なんとなくうすうす気づいてたんだけどね、こっち開始がやべえなみたいな。ちょっと待って、防御力あるな、タフだな。すごい楽しげな、お待ちしておりまーす。おお、うまく飛ばしてきた、マリオカートのごとく。お待ちしてまーす。危ない危ない、これ好き、当たってないけど。ヨッシー参戦。ヨッシーは興味ある、興味あります。カービィ同士でのコピーんで、ここなかなかくせ者だね。どうした、遠剣の丘みたいなのができちゃったよ、ハービスティラの。そこに何かがあるらしい。で、ここなかなかくせ者なんですよ。前になかなか進めないっていうね。エディーヌとキテルグマ。キテルグマがいいな。その前にですね、スキルツリー、まずね。28。なんで、シールド耐久力強化。スマッシュホールドキープ。スマッシュ攻撃でボタンを長押ししたとき、ずっと溜め続けられる。ずっと溜め続けられるとは。この先っちょに何があるの？ハイパースマッシュ。ボタン長押しによるスマッシュ攻撃のためがすぐ、あ、これがいいじゃん。ここ行こう、ここ。この道。なんで30溜めよう。んで、よし、興味あります。どうやって帰るんだっけ？編成？ファイター。んで、B を押すのかな？ん？じゃあ、ヨッシー先生。相手がスーパーアーマー。何？ただし、遅いので距離を取って戦え。だってよ。なんかある？そういうの。もう55なの？ちょっと。その距離を取って戦いをやってるけど、なんかないの、ヨッシーさん、そういう遠築系なんかはけないの？ペッ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 ペ。おすごいアイテムに目がくらんだ。じゃあシーク行ってみる。ちなみにあるじゃん、この前作ったやつ KMKM。
まあ前作ったとはいえね、どういう設定になったのかわかんないんだけど。はい、これでいきましょう。卵が投げられますよ。へえ。強っ。強っ。もう一回ぐらいちょっとさ、まだ一回でね、おしまいにはしないよ。いろいろ押してみよう。お、何それ、なんかやってくれてるよ。あ、あのクマが強えんだよ。あのピンクグマが強えんだよ。見まして、今 一発でさ半分以上削られちゃったよ。あのピンクマにやられないようにしないと。ピンクマ無視だ。消えた、ピンクマ。ピンクマがいなかったらなんとかなるよ。大丈夫大丈夫大丈夫、強い子、私は強い子。強い子でした。来てるグマ、来てたな。なかなか来てたね。いやもうやめ時をちょっと決められないぐらい面白いですね。どっかに中ボス小ボスみたいなのがいたらそこで区切りを問うか。あ、なんか小屋があるよ。ででん、やめ時、やめ時作ってもらえる？行ってみよう。でもその小屋までダイブマンっていうのが邪魔してるよ。でもダイブマンの先にさ宝箱があるんでね。ダイブマン、はじめまして。シールドね、シールドなんでね、なかなかばあちゃんのね出番がないんですけど、チュンリー先生で、このね、今んとこね不動のねトリオね、この3人。たまにヨーコベルナンデス入ってくるけどね、この不動の3人で行こう。ヒント、体力性の乱闘、相手の HP0 で撃墜。よし、うわ、いっぱいいる。なんかグラフィック豪華じゃない。ひときわ、あ、ちゃんとあのワンちゃんいるじゃん。しかもワンちゃんの背中乗るとさバネみたいに飛べるっていう、原作と一緒。やめろやめろやめろ。ターフターフターフ。じゃあ編成しようか。行ってみよう。カービィ先生はやっぱねある程度序盤から遊んでるから、ちょっとやめろ。この操作であれが出るみたいなのがある程度分かってるからね。でもスマッシュブラザーズの素晴らしいところはさ、その入力コマンドがさ固有じゃなくてみんな共通であるし、それぞれやっぱあの大きな特徴がちゃんとあの設定されてるから、一人操作を覚えれば全体にね応用できるってのがいいよね。水球運だ、一直線に放つオールダービーム。で、この先行けないんだ。で、キューピッド。うん、じゃあこの一応ちょっと新しいこう見逃しているんじゃないかっていうのでね、見ては見ますけど、やっぱりいないな。
今のこの3人が不動だな。まあそこに割って入ってきそうなのはこの子ね。ただこの子2枠取りますからね。うん、 BGM もちゃんとロックマン4になってます。相手は通常必殺技をよく使う。うわ、いっぱいいる、いっぱいいる。勝手に落ちてくんねえかな、何人か。落ちろ落ちろ、勝手に落ちろ。勝手に落ちろ。全員処理してやんね、全員処理してらんないよ。オープンの死は勝手に落ちろ。これはだからあれだね、嫌気がさすよね。だからサイバイマンみたいなもんだよね。勝手に何人か死んでくんねえかなみたいなさ。だクリリンの拡散エネルギー波はいいアイディアでね、その絶望感与えるためにさ、何匹も何匹もさ誕生させたけど、それ一匹一匹さバトル描いてるとさ、ちょっとね展開が遅くなっちゃうからね。そこはね、拡散エネルギーギアです、一気にさ3、4体滅するっていうところがいいじゃない。時間がかかってしょうがないもんね。だからヤムチャさんもほら、もうお遊びはこれぐらいってで終わら、あのなんちゃらかんちゃらって言ったじゃん。煩わしいぜっていうね。あれマリック知ってるよ、かっこよくし、いや音楽が、音楽がここでこの3人トリオが使える。ディンディキ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 とかさ、もう懐かしいよ。もうなんだかんだでさ4年ぐらい経つ、あの配信から。ペッペッ、本人いないんだな。うわ、いい曲。なんか上昇切る。うほー、いい曲だった。バックシールド、拾うと背中にシールドがつく。へー、勉強、このモードだけですごくこのゲームのこと知れていいね。ルカリオ有名人だね。そしたらもしかしていんの、いない。倒すとファイターが仲間になる。あ、サポーターの左下、ありがとうございます。いらっしゃい。これで倒せないのね、すぐ復帰するのね。死ね。死ね。これじゃ倒せないのね。しっかり復帰するのね。死ね。ルカリオ参戦、死ねえってごめんね。変換キーを押すと大好きだよに変わるから。ということで、ハニワくん、ピコ、ハニワくん行ってみようか。村人ということで緑系だね。
じゃあまあ今チュンリー先生にね今チャンスを与えてる最中なんでね、のなチュンリー先生だな。でサポーターのね左下にいたというお話をいただいています。いた、それはもうさ、ちょっとこの不動の3人組に割って入るぐらいの存在ですよ。なんでまあ正直僕バルーンファイトは好きなんだけど、バルーンファイトの主人公と何かさ縁があるのかって言われたらそうでもないからな。だからちょっと今気に入ってんのがね、この百万千人なんでね、これが今のこのトリオになるかな。ちょっとチュンリーさん、すすよこれてるのは気のせい？相手は横必殺技をよく使う。やべ、やめ時がないな。うわ、いっぱいいる。これ叩いても何か出てくるの？出てきた。やべ、叩いたら出てきた。叩いたら出てきたよ先生。叩いたら出てきちゃったよ。まいったね。これもさ入れる土管があるんじゃないの？ありがとう、素直にそのまんま近づいてくれてありがとう、ハニワくん。二段スマッシュ切り、これさ切り替え、僕のさじ加減に切り替えてほしいね。スーパー素人だからさ、そういう情報欲しいのよね。そういう攻略サイトとか見ない人だからさ、ここで全部覚えたいなってなって。お、でもいよいよ来たよ、あの小屋のそばに。でこの岩はさ、なんか引き連れないといけないんじゃない、誰か仲間を。あ、オイラの爆弾でみたいな。うわー、よくできてんな。ギャラドス、やった、解放しちゃったよ。でカビゴン、あ、これ笛とかが出てきたりしてね。でカッペー、でもカッペンとこ行かないと小屋には行けないんだね。どうした？止まっちゃったよ。巨大な結界が道を塞いでしまった。まあ今ね、特に興味ないからね。僕が今一番興味あるのはこれ、スクリューアタックを手に入れたみたいな。あー、スプランカーね。例えが古いって。もう僕はすぐ今の見るとスプランカー想像しちゃうからね。なるほどね。まあそもそもそっちとはまだ縁がねある感じじゃないんでね。今もっかね気になるのはここだよね。お、イギー、あ、なんかギミック言ってるよ、強風。あー、だからもうやっぱ素直にね強風ってなってる時はやっておいた方がいいな。お願いします。そっちはなんかそっちに有利なさ感じのステージなのにさ、ハンデもらっちゃってるのね。恥ずかしくないの、イギー。恥ずかしくないの？ゼロパーセントだってさ。ここ私のホームです。ペできないんだな、この子は。接近せ、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 接近せ。うーやーったー、うーやーったー。
ふうやうやたうやたうやたさ作戦うやたでいくから、作戦ウーヤーター少年ジェットこんばんは。もういいだろう、もう言ってくれよ。こっち 30% のハンデしょって戦ってんだぞ。君30キロオーバーなんだから。溺れろ溺れろ溺れろ、もう溺れろ。何それ、なんだそれ、やめろ。そういうわけな分かんないこと使ってくれた。おらカッペー、あー面白かった。アシストフィギュアジェフ、あれ、ええごめん、ジェフっていう認識でいなかったんだけど、今のひょっとしてあのお方じゃないですか。ペンシルロケットって書いてあったし。マスター、あれ知ってるよ、ダルニア。無印来たよ。珍しいですね。無印来てくれたらこっちもさ、無印でお出迎えしたいとこだね。そういう機会がないとなかなか無印チーム使えないわけですからね。うん。なんで、無印チームから、そうだな。まあ普通に言ったらよ、EV に行きたいとこなんだけど、これでいきます。んで、うちのね、ちょっと、うちのね、ちょっと、三人衆をここで、いない、あ、ギャラドス行ってみる？空中攻撃強化。ちょっと、ギャラドス先生使ってみよう。ん？挑戦する。メインファイターを倒せば勝利、護衛は残しても OK。 え、ちょっと待って、うわ使ってみたかった、実は使ってみたかった俺に。そうだな、でもマリオさんはさ、ドンキ自身にはあれ食らわしてはいないわけだよ。樽とかに使うわけで、ドンキーさんにあれをお見舞いした記憶はないはずだよ。どうだー、どうはどすんどすんどー、れーはレッスンレッスンれー。ゲルドの谷、ああ面白いな。やめどき良さなかなかつかめないな。何、ダルニアの道場がオープンしたということで、一応行ってみるよ。僕あんまりそういうなんかレベル上げとか好きじゃないから、ひょっとしたら利用今後しないかもしれないんですけど、一応経験上ね。あ、いい曲、時のオカリナだよね。妹が多分一番好きなゼルダのゲームだと思います。アタッカーを預けて個性を変えられる、力を特化して難敵に備えよう。流派を変えたり戻したりもできんでね。あ、だからばあちゃんをあれシールド系に変えたりとかできんのかな。よく来たな兄弟、俺の流派を習得するとこんな効果が得られる頃。爆走流、防御アップ、移動速度アップ、その代わり攻撃とジャンプ力がダウンしちゃう。さて何をするんだ。ちょっと一人人体実験、そう、この子がいいよみたいな。
そうだな、じゃあとりあえずね経験しておきたいっていうのがあるんで、人体ドクタークライゴはエポナーエポナー知ってて、そういうの知ってて、私ね300エク SP、すぐに習得。よくやった頃、男を磨きたくなったらいつでも来な、とりあえず経験してみました。んでそこあれだよね、仲間が手に入る場所だよね、そこに行くためにはここ通んなきゃいけなさそうだね。その前に上行けんじゃね、クリボー、え面白いよ。でもやっぱ仲間を集めるモードでしょうから、やっぱここ行っとかないといけないんじゃない。キャビゴン、なんでシールド系かな。シールド系今ね募集中だから、もう即レギュラーよ、シールド系が来てくれたら。まあモクロウちゃんには悪いんだけど、うん。で認可、ここ認可だせんせいじゃなくって、まあ好きだからな、マリクエクスカリバーキングクルール。でかっえ500を削れって、あれカッペ何してんの、カッペ裏切り船に乗せてさ遠くの方に連れてってもらうみたいにできないのかな。なんかできそうな、できそうな予感がするよ。カッペそれもう行かないで、行かないで、また行かないで、カッペ行かないで。あ時間制なのね、なるほどね。やられたよ、やられた。同じ技を使い続けて威力が下がる、何ワンポイントティップありがとうございます。んでこれが欲しいのよね、ハイパースマッシュで、ね、だからそこめがけて、もうダメだよもうダメだよ。うん、なんか面白いものないかな。まあでも確実にこれを手に入れた方がいいな、貯金して。そしたらちゃんと対策打たないとな。波動攻撃強化、もうキャラで選んでるからね、彼がどんなメリットをもたらしてくれるのかとかね、もう関係なく。ルカリオが使う波動属性の攻撃力アップだから全く噛み合ってないっていうねもうこれまでのそのいい思い出、彼と過ごした日々のそのいい思い出から抜擢してるだけだからね、全く関係ないっていうね。だからそういう関係がありそうな感じで言うと誰がいいのかな、関係ある子で言うと。楽々回避、蓄積ダメージゼロの時攻撃力アップだ。これがでもあの最初が100何パーからスタートするんだから、ダッシュ攻撃強化だから、そういうのがねいいんでしょうね本当はね。そういう、うん、でもまあ、あずっと 30% ちょっと待ってよ、 30% からさ毎回始まって、あ君ハンデもらってんのねみたいな感じで言ってきたけど、君がハンデもらってんじゃなくて、僕が自分で 30% ダメージを持った状態にしてたんじゃないか。ニンカーダちゃんそういう感じだったのね。なんだなんだ、撤回します、
君 30% のアドバンテージもらっといてその程度かみたいな煽っちゃってさ、相手はさ、僕は勝手に自分自身に 30% の負荷を与えてただけじゃないか。なんだなんだ、申し訳ない。ここでね、撤回します。いい練習になるね。な、同じ技をずっとこれまではさ出し続けてきたっていうのがあると思うんですけど、このステージの目的はやっぱ本来のバトルではそれは通用しないよっていうのがあるので、いろんなね攻撃パターンを学習してねっていうね、いいトレーニングだよね。やったやったー、カビゴン、いいトレーニングになりました。子供リンク初登場、時のオカリナ。妹が一番好きなゼルダの伝説のゲームです。で、シルバー、相手がブラックボールを持参、吸い寄せられて動けなくなる。相手はアイテムの気を取られやすい。じゃあ木狼さんで、で本来ならばねこの子にお世話になるのが一番いいんでしょうけど、極力好きなキャラクターをね使っていきたいですね。どうしてもっていう時はね、さっきみたいにやりますけど。わぼわぼわぼこれ危ない危ない危ない。おパウ、さっきのでっけえやつはな、スイカービィさん得意のあの吸い込みがね封じられちゃってたからね、きつかったね。うわー、どうしたらいいのこれ、どうしたらいいのどうしたらいいこれ、これどう、あ、なんかやったみたい。やったやったやった。いつも100ぐらいまで与えないとね倒れてくんなかったんですけど。シルバー、やめ時が見つかんねえな。もうこんな時間ですよ。で、びっくりマークがついていたんでね、来てみた。35、50必要なんだな。はい。んで、プレッシー、はじめまして。やった、ばあちゃんが使える。んで、残念だな、マリクと相性が良くないんだな。ルカリオ先生特化なんだな。じゃあまあこのね100万千人とってなってくると、バルーンファイトの主人公のターンに来ちゃうな。ヨーコベルなんですもまだいけるのか。まあ嫌いじゃないんだな。 30% 始まるか、防御力アップ。うん、オイルパニックもだから好きなんだけど、粘着床無効だからな、結構ステージ特化なんだな。まあ好きだからこの辺のキャラクターを。巨大化した相手が登場。また巨大なやつ。あ、でも巨大言っても、言うほどまあ吸えないんだろうけどね、こうやって。これ溺れたりするのかな。
これ強いな。粘るな。あ、負けたの？負けたの今。負けたのか。お願いします。絶対ワイエス。絶対ワイエスでやらせていただきました。んで、水が激しく流れている。このまま進むと流されそう。それは良くないね。まあ後々後々来るんだろうね。で、こっち実は行けたりする？お、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 お。そこには行けないのか。別ルートなのか、そこ。そこのために頑張ったんだけどな。そしたら、下行くか、上行くかだな。まあまあまあ、でも、クリボー気になるんでね。クリボー先生行くか。いい曲。お、珍しい。無印じゃないか。まあ、無印の時にね、無印チームも一応ね、育成していた方が良さそうだもんね。だから無印チームで育成するとなると、誰にしようかな、無印の今お気に入り。あえて言うならですね、このゼイベス星人だな。ゼイベス星人がいいな。はい。大量の相手が出現。まとめて吹っ飛ばせ。レディーゴー。え、ドンキーコングをもしかしてクリボーに見立てていいのかな。強っ。あ、時間あんのこれ。そんなことない。あの効果音が鳴るとついついそういう意味合いだと捉えてしまう。クリボー、あれ、クリボーさんいただけんの。やべ、税別成人もう引退のお知らせだな。バルー、ジャイアントリザードン。そうだな、シールドチームが今ちょっとあれだな。うん、まあそんな感じで。はい、巨大化した相手。やべ、巨大化か。得意の吸い込みが使えないじゃないか。ブンブン。
おほ、バルー。じゃあ次なんか霧の良さそうなね、建物が見えたらそこで今日は終わりにしようかな。どうですか？あ、霧が良さそうだね、そこ。フライコン。あ、なんだっけな、この子の英語名なんだっけな、フライゴンだったっけ、違う気がするけど、でも知ってるよ。そうだな、じゃあこんな感じ。定期的に地雷が、いや地震が発生、地上にいると転んでしまう。なんだって？デロン、そう、デロン、そうだね、デロンちゃんだよね。オリジナルの名前な、オリジナルの名前なんだっけ、オリジナル。参りました。戦法を学ぶ FP は対戦相手の動きを見て戦い方を覚える。お願いします。なるほどね、この緑の状態のリドリーをデローンに見立てているわけだ。滑るの？釣っちゃった。英語名のフライゴン、そうだよね。やった。緑コーラ、投げるだけでなく攻撃したり踏んだりして。おっとっと、おっと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 、また面白いエリア見つけちゃったけど、とりあえずね、霧が良さそうな場所があるんでね。フェイロン。に見立てているのかな、ルカリオを。相手の腕攻撃がパワーアップ、腕の攻撃には特に注意。あ、そういうあのパワーが設定されてる系ね。ちょっと違うことやってみた。フェイロン。そんでそのオズの魔法使いみたいなとこはまだいけないよって、ブンブン。ゼニガメに、ゼニガメちゃんに見立てている感じ。いい曲。相手がスーパーアーマー、ひるみにくく蓄積ダメージが低いと吹っ飛ばない。なんだって、タフ。ゼニーとか言ってるよ。
僕たちはつかみコマンドを覚えました。ブンブン。シールド系のね、お気に入りが、推しがまだ見つかってないんでね。まあそれ言ったらあの子のかわいそうなんだけど、でもあの子にどんどんレベルがね、つぎ込まれていきます。なんでここが何、また新しいゾーンに入っちゃったよ。溶岩城とか言ってるよ。じゃあキリが良さそうなんで、今回はここで区切らしてもらおうかな。いや、まさかこんなにさ楽しんでしまえるなんて思っていなかったんで、最高でしたね。いやー面白かった。 B を失敗、ありがとうございます。お、来た来た来た。ステージ作り、スマブラ X 買う。それぐらいかな。そう、こういうのをね定期的に買ってたんだよね。だからこれ買ったら多分出てくるんでしょうね。一応買っとこうか。んなところかな。チケット高いなこれ。あ、あったね、なんかあのほら巻物を広げるモードがあったよね。うん、また入荷してほしいね。買ったら入荷されるのかな、そこに。まあお金があるから買っとこうか。ロビンの服、ダンバンの服、お猿スーツね。これでこの辺に新しいのが来るかもしれないしね。お、やった、買ったら新しいものももらえたよ。やってやった。俺曲、俺曲セレクト。ステージごとの選曲確率を変える。へえ、好き。好き、これ好き。ロリンス将軍、あなたほどの方がどうしてみたいな。あれちょっと待って、前もですね、ファイアーエンブレムじゃなくてスマッシュブラザーズでこのサウンドテストモードで遊んだ時、全く同じ曲で同じセリフを言った気がする。もう僕たち自分変わんないからね。ぶれないからね。全く同じこと言ってると思います。動画化されてないんで何とも言えないんですけどね。カシム、あなたのカシムね。そして改造される将軍って、こんなコメント前にもしてでしょでしょでしょ。好き、これ好き。92曲。くるくるランドもあんの？うわー、僕好きなんだよくるくるランドね。一回ね、任天堂スイッチオンラインのね配信で遊んだことありましたけど、こんなになんか操作しにくかったっけって驚いた思い出がありますね。あの時ね、子供の頃ずっと遊んでたよくるくるランド。家族でね、ちょっと遠出したんだよね。その遠出した先のお店で見つけて買ってもらったんだな。
マッハライダー、マッハライダー入ってんの？マッハライダーも当時欲しかったね。あのこういうさゲームのラインナップがありますよっていうチラシがあるじゃない、そういうのに載っててさいいなと思ったんだよね。いいなこのちょっと癖のある感じがいいね。いいなこのアレンジ、いいな。まあちょっと控えめにねこれぐらいしとこうか、これいいな。こんなバルーンファイトを選択してモンスターハンターのこれ流れちゃったらびっくりしちゃうよ。どっかにないのかい、モンスターハンターはモンスターハンターでどっかでないのかい、ここに集約する必要があるのかい。一瞬だって聞けなくなっちゃうよね、設定しないとさ。だからそれもあれだからさ、どっかしらで流れるようにはしてあげたいんだけど、モンスターハンターさんはさご自分のないの住処みたいな課金コンテンツなのかい、それは。ちょっと短めなんだよねループがね、ブラッディティアーズね。僕があのドラキュラ2遊んだ時にも言ったんですけどね、僕が好きなのはワイワイワールド2のアレンジのこの楽曲が一番好きですね。そこで初めて聞きました。戦慄の夜来ちゃう？キエおじさん。ちょっと消え落ち消え落ちのところがアレンジ入っちゃってるね。アレンジすげえすんげえ入ってるじゃん。消え落ちって。おしゃれになっちゃってんじゃん。まあ勝手に僕が言ってるだけだからね。彼のあたんなわ。ええ？いろんなことをされてますね。僕この14番が好きだな。これさ、あ、一旦ちょっと曲止められる？ま、流してでもいいけどね。じゃあどうせ流すんだったらさ、これだね。キヨジ。なんかさ、今気持ちがめっちゃ高ぶっちゃってさ、欲しいもん。追加キャラクター。欲しくなっちゃってんな。追加のキャラクター欲しくなっちゃってんな。しかも理由がさ、お、なんかいるよ。お、ブロック&ジャイロ。顔。よし、聞こう。買って聞こう。これも一応買っとくか。これも買っとこうか。翼くん、翼さん買っちゃいました。この辺も買っとこうか。
ていうね、その追加コンテンツのキャラクターが今気持ちが高ぶっちゃってるせいでさ、その音楽ももしついてくるんだったらさ、欲しくなってるもん。曲がぐーんと増えるね。うわー、うまいね、セールストークお上手ですね。まず、まあ、ペルソナ5の曲が流れたらもう熱いよね、うん、もうあれだよね、ヘイカミカミの嵐になりそうだけど熱いよね。勇者、僕の知ってる勇者じゃないけど、ドラゴンクエストの曲がついてくるんだったら熱いよね。バンジョー&カズーイ、世代じゃないけれど海外でめっちゃくちゃ人気だよね。テリープラス KOF スタジアム、ベレとベレス、なるほどね。20MB、一応僕はねこれ早期特典のね、パックンフラワーがついてくるんだよ。あ、プロモーションビデオを見て買った気になってみる。待って、2700円払ったらさ本編買えるよね。もう危ない、じゃただただ曲が欲しくて買おうとしてるっていうところがあるんだけれど、その曲が聴きたいんだったらさ、今プレイステーションじゃないや、任天堂スイッチでさ販売されてるさ本編がこれよりもさお安いお値段で買えるんじゃねえかっていう。それこそドラクエもさ、これこの作品、今、あれでしょ、販売されてるさ、本編がさ、2750円よりもさ、お安く買えるんじゃねえの?これ、2750円で、やぶさかではないんだけど。確か、ペルソナ1900円とかで買えなかったっけ?ドラクエも今、セールとかでさ、2000円とかで買えなかったっけ?これはドラクエじゃないのか。でもこれもし購入したら今遊んでるその丸々の星の方に出てくるのかな。それは出てこないのかな?まあもちろんそのスピリッツみたいな感じでは出てくるかもしれませんけれども。その、なんだっけ、母体が失われた状態でみたいな赤目の状態で戦ったりできんのかな?え、待って、ウブヌシネタバレ食らってる?なんでこの人さ、ロトの紋章のついたさ、盾持ってんの?これ、ウブヌシネタバレ食らってる?遊んだことないんだよ。で、遊ぶ予定は今のところないんだよ。ないんだけど。だけど、仮にもし遊んだ際にさ、今、盛大なネタバレを食らったんじゃないか説があるんだけど、なんで、ロトの、盾を装備してたかな君。あ、出てきたよ。赤目軍団がやってきたよ。あ、4の勇者いんの ?4 の勇、え、4の曲が聞けんの?始まっちゃう?斎藤、桑田、牧原。牧原
もうダントツでこっちのセットだな。あのキャラクターがとか、え、ちょっと待って、川村さんいるじゃん川村さんいたじゃん今。もうこれはもう買うしかねえな。やったー、嬉しい。ようこそ、どうも、はじめまして。新しいステージを追加、新しい音楽を追加、これが欲しかったんです。新しいステージを追加、新しい音楽を追加、これが欲しかったんです。この2枚ね、この2枚巨頭が欲しかったんです。私シャピコーン、レックスの帽子、はじめまして。レックスさん、レックスの服ありがとうございます、はじめまして。んで、増えてる。どっから見たらいいの。ヒーロー、例えばこれを選択するじゃん。で、3、4、8、わかんねえ。ちょっと待って、いねえじゃん。いねえじゃん、あいつ。あれ、ちょっと、詐欺にあった、マジ。いねえじゃん、あいつ。あいつがいるって思ったから買ったね。あいついねえじゃん。あいついねえじゃん。古代広告、詐欺。うわ、すごい、原曲のまんまだ。あ、フォーム入ってんの、すごいな。うわ、この曲も入ってんの。まあアレンジなんでしょうけどね。うわうわ、ちょっとこれにしよう。曲聞きたいだけ。もうこの際別にキャラクター誰でもいいよ。曲が聞けるんだったらね。全然世界観と違う子たちが出てきたよ。あれ、ちょっと選んだ曲じゃねえじゃん。選んでなかったんだな。あれ、ちょっと待って、4の曲だから4のステージになってるよ。カービィに似てるね。やったー、 223%。
強えな強えな自爆した。おやっちゃった。巻き込んでやった。何？防御してたけどネットに掴まれた。危ねえ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 。復帰がむずいからな。食らいやがれ。やったやった。燃えるね。やっぱ曲がいいとねテンション上がるからね。ね、続きいつかやりますんでいつなるか分かりませんけれども、はい、じゃあ終わりにしましょう。どうもありがとうございました。